皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のしっかり稼げる教室集客のバイブルのテーマはクロスセルとアップセルを意識するというお話をしたいと思います。クロスセルっていうのはこういうクロスになってるあの、まあ、売り方で、アップセルっていうのはアップしていくっていう、まあ、そのあたりのお話なんですけれども、例えば何か教室に生徒さんが通ってくださることになりました。でその間に、他のクラスとかイベントレッスンとかあったりすると、まあ、その生徒さんが横軸でこう渡り歩いてくれるんですね。これ、まあ、あのクロスセルっていう形なんですけれども、その横軸で渡り歩いてくれると、こんなのどうですか、こんなのどうですかって似たような領域を紹介していくと、まあ、あのそこで利益が生まれていくっていうことで、一人の方が多く買ってくれる内容を提供していくっていうのも一つの手だったりします。アップセルの方に関しては例えば何か一つのレッスンに来た時にその中で他のものを買ってくださるとかですね、例えば物販的なものとか扱っていればそれをついで買いをしてくれるとか、何かそういったプラスアルファのものを告げ足して買ってくれるみたいな、そういうような状態の時にはアップセルっていうのができたりとか、あとはまあそうですね、ついで買いっていうイメージが多いかな、コンビニの横丁のレジの横に置いてあるようなあのものを私もよく買うんですけどね、ああそっか今これ流行りだよねみたいな感じで置いてあるとついうっかり買っちゃうみたいな、まあ、そういったものとかができると、これは意識しないとやはりできなくって、居酒屋さんなんか上手ですよね。例えばお手洗いとかに入った時にね、個室とかゆっくりできるから、まあ、大概こう綺麗に使っていただいてありがとうございますみたいなね、あの春の時期だと新入生歓迎会にうちの宴会プランはいかがですかみたいなのがね、あの文章で書いてあったりとかして、まあ、あのさすがに教室でお手洗いにっていうのはちょっと夢がなくてね、あれですけど、あの目に見えるような場所に来月のレッスンの予告みたいなのがされてるといいのかなっていうふうに思いますし、私の場合にはよくあの意図してたわけじゃないんですけれども、試作をしたものとかがあって、それを、まあ、レッスンの時のおやつというかお菓子というか、それであげたりとか差し上げたりとかしていた時に、あ次これやりたいですって言ってそちらの方に入るっていう方もいらっしゃいましたので、おそらく意識をした方がアップセルクロスセルは多分しやすいです。だけれども、まあ、あの無意識的だったとしても、例えばあこれお客さんにいいかもっていうのは必ずしもレッスンじゃなくてもですよ、普段からあの情報提供を心がけていると、まあ、信頼してもらえますので、信頼の結果がまあ何かの申し込みにつながったりとかいうこともあったりしますので、まあ、情報は信用しみなく伝えた方がいいし、であとはお客様もその生徒さんもですね、言われるのを待ってるというか、そんなに違和感なく、まあ、スーッと聞いてる時とかが多いので、私が知ってる先生とかは上手だなと思うのが、まあ、レッスンの前にですね、まあ、今月皆さんにお伝えしたい情報ということで自分が何かのメディアに乗るっていう話をしたりとか、新しいレッスンが始まるみたいな話とかイベントレッスンの話とかを先にまずレッスンやる前にわーっと言っちゃって、でその後レッスンに入っていくっていうのをやられてる先生もいますね。そうするとその場でやっぱり申し込み、あしとかなくっちゃとか思う方は申し込みになったりとかしますので、アップセルクロスセルみたいなものをですね、意識無意識に関わらず、まあ、本当は意識した方がいいんですけれども、それができてると地道にやっぱり売り上げとかが上がっていきますし、リピートしてくれる可能性が高いので、まあ、短期間で売り上げが上がりやすいっていうのがありますね。だからあの新規の方をもちろん集めるっていうのは大事なんですけれども、まあ、既存で来てくださってる方にさらにプラスアルファとかっていうのも意識してできてるかっていうのも一つ、その売り上げをもしも上げたいということを考えているのであれば必要な施策なんじゃないのかなっていうふうに思いますので、そんなタイミングとかも検討されるといいと思います。それでは。